ジェンセンモーターズとは、イギリスのバーミンガムに存在していた、スポーツカー、高級 GT、商用車のメーカーである。3.5リットルジェンセンは1934年に、リチャード・ジェンセンとアラン・ジェンセンによって、小さなコーチビルダーとして設立された。彼らは働いていたボディ製造会社を、オーナーの死後に引き継ぎ、ジェンセンモーターズに名称を変更した。彼らは、モーリス・スタンダードなど、 当時のメーカーが製造していた大衆車向けの高級感あるカスタマイズのボディを製造していた。1934年に彼らはアメリカの映画俳優クラーク・ゲーブルからフォード V8 のシャシーをベースにした自動車をデザイン、製作する発注を受けた。そしてこの依頼の成果によりジェンセンは多くの賞賛の声とジェンセンの事業への関心が増えることとなった。 そして同年彼らはホワイトレディというジェンセンの生産者第1号となる自動車の開発も始まった。この自動車は S タイプという自動車へと改良され、1935年から販売された。1930年代後半、ジェンセンは JNSN という商用車ブランドを展開し、軽量トラックやジェンタグというトレーラートラックなどを製造した。 第二次世界大戦中、ジェンセンは戦争協力に重点を置き、戦車を含む軍用車両のコンポーネントの製造や、救急車や消防車などを製造していた。戦後は、ジェンタグの製造が盛んに行われたほか、JNSN はバスなどの特殊車両に使用される自動車のシャシーや軽量ディーゼルトラックなどを製造していた。1950年代には、BMC から、 オースチンジブシーやオースチン A40 スポーツなどのボディ製造を依頼された。CV8 インターセプター乗用車の製造は戦時中あまり行われなかったが、1946年に PW というセダンが製造された。しかし、原材料不足が原因であまり多くは生産されなかった。また同年、デザイナーのエリック・ニールがウーズレーからジェンセンに加わり、 彼のジェンセンにおける最初の作品が1950年に発表されたモダンなデザインのクーペインターセプターであった。1955年、ジェンセンはさらにニールのデザインしたクーペ541の生産を開始。ニールは当時では画期的だったファイバーグラス FRP を541のボディに使用した。さらに541の生産は1962年に CV8 に切り替えられた。今までの前線製のクーペがオースチン製の直列六気筒エンジンを搭載していたのに対し CV8 はアメリカのクライスラー製 V8 エンジンを搭載していた。軽量なエンジンと高出力エンジンの組み合わせで前線の4シータークーペは世界でも有数の速さを備えていた。 さらにジェンセンは2代目インターセプターを1966年に製造を開始。これはイタリアのコーチビルダー、カロッツエリア・トゥーリングがボディデザインを担当し、ボディ製作は当初は同じくイタリアのコーチビルダー、ビニャーレが担当していたが、後にジェンセンが担当した。初期のインターセプターには、クライスラー製の6.3リットルエンジンが使用されていたが、後に、 同社製の7.2リットルエンジンに変更された。それに関連して、同年には、サルーン、FF の発売が開始された。これは、ファーガソン研究所の開発した、フルタイム 4WD の技術が採用され、さらにダンロップ製の ABS が装備された。FF は1971年まで生産された。ジェンセンは、オースティン車をベースにした、スポーツカーの生産を計画していたが、 BMC により1952年に却下された。しかし交渉の末オースチンヒール A100 のボディ生産を1952年から1966年まで担当することになった。さらにその後ボルボとボルボ P1800 のボディ製造の契約を結ぶことに成功し、別の企業で製作されたボディパネルをジェンセンが受け取り、完成させることになった。 他にもジェンセンは1960年代前半にイギリスのサンビームが製造していたスポーツカーサンビームタイガーの開発にも関与していた。ジェンセンは1959年にノークロスグループの参加に置かれ、1966年にはアランとリチャードが意見の相違によりジェンセンを去った。1970年には自動車販売業者ジェルクベールが ジェンセンの筆頭株主となり、ドナルド・ヒーリーが会長に迎えられた。しかしジェンセンは、1973年の第一次、石油危機で大型モデルの売れ行きが悪化した。そして1975年夏に経営危機に陥り、事実上の倒産に追い込まれたが、まだ発注を抱えていたため、管財人の下で、しばらく創業を続けた後、 1976年5月に、ついに廃業した。ジェンセン廃業後は、ジェンセンスペシャルプロダクツと、ジェンセンパーツサービスリミテッドが創設され、旧ジェンセンの事業を引き継いだ。JSP は、旧ジェンセン開発部を引き継ぎエンジニアリングと、デザインに特化した会社となった。JP&S は、旧ジェンセン車オーナー用にパーツを製造し提供する。 会社として設立された。その後1982年に2社は持ち株会社ブリッドカーホールディングスに買収され、ブランド名使用権を所持していた JP&S がイアン・オーフォード氏に売り渡された。そして1988年生産終了したインターセプターをマーク4として再生産した。JP&S はその後ジェンセンカーズ・リミテッドと名称を変え、 ユニコーンホールディングスに買収されるまで11車種が生産された。そこではインターセプターマーク V の開発が提案されたが却下され代わりにマーク4が少数だけ生産された。SV81998 年ジェンセンの名を冠したスポーツカー SV8 が英国国際モーターショーに出展された。そこでは SV8 を 限定300台で発売することを発表した。しかし度重なるトラブルで20台の SV8 が工場に残されたまま製造が中止され、うち18台は作りかけのものだった。その後前線の期間限定の名称使用権と作りかけの SV8 が別の企業に売却され、うち12台の SV8 を完成させて販売することが決定した。 最終的に12台の SV8 は2000年秋に38,500ポンドで販売された。また、2007年に自動車ディーラーのクロプリリブリッジという企業がインターセプターを現代風にリメイクしたインターセプター S を限定50台で販売し、さらに2009年にはクロプリリブリッジを前進とする V8 という企業がインターセプターをさらにリメイクした。 インターセプター SX を発表した。FF、ありがとうございます。